市立岐阜商業は1回ツーアウトから出塁した後藤健二が2塁へ盗塁、そしてチーム1の俊足を生かして3塁も落とし入れます。これがキャッチャーの悪送球を誘い1点を先制します。これに対し県立岐阜商業は5回ランナーをセカンドに置いてエース関谷が自ら左中間を破るタイムリーツーベースを放ち1-1、試合を振り出しに戻します。そして続く6回均衡を破ったのは県議賞でした。ツーアウトランナー1塁から6番石原、フルスイングした打球は左中間へ特大の勝ち越しツーランホームラン。このリードを関谷が守り県議賞が粘る市議賞を振り切りました。22回目の甲子園を狙う県立岐阜商業ですが2回岐阜兄弟附属に1点を先制されます。しかし有力校相手に安定した戦いぶりでここまで勝ち上がってきた県議賞は自力を発揮します。3回同点に追いついた後なおも満塁、ここで4番秋田が3連戦を破り2人が生還、3-1と逆転します。さらに6回兄弟附属のエース村瀬がリリーフに立ったところで7番松本のツーランホームランなどで3点を追加します。県議賞のエース関谷は2点を失ったものの兄弟附属を4安打に抑える力投、2年連続の甲子園です。